トレンディーをご覧の皆さん、こんにちは。スーパーガールズの浅川奈々です。今回私浅川奈々が主演を務めさせていただきます人狼ゲームマッドランドが7月の15日に新宿シネマート他にて全国公開されます。はい、今回の人狼ゲームマッドランドはですね、舞台が普通の人狼ゲームとは異なる狂人村ということで、今までの人狼シリーズこれ第6弾になるんですけれども、過去の5作品とは違ったルールで、人狼ゲームを知っている方、人狼ゲームシリーズが好きな方はもちろんですね、人狼ゲームシリーズに触れたことのない方だったりとか、人狼ゲームの、ルールをまだよくわからないよっていう方にも楽しんでいただける、そんな作品になっていると思います。人狼ゲームマッドランドですね、過去人狼ゲームシリーズの最少人数の10人で、やらせていただいておりますので、本当に全員のですね、全力で、演技に挑む姿だったりだとか、あとはもうみんなが本気で行きたいと思う殺戮ゲームになっております。皆さんぜひ劇場に足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。そしてですね、私浅川奈々、毎週月曜日ですね、深夜にフジテレビにて、放送されます5というドラマにヒロインの麻生ひな役で出演させていただいております。はい、フジテレビオンデマンドでの配信もありまして、配信が終わってから、テレビでの放送という形になっているので、見逃してしまった方はぜひフジテレビオンデマンドなども、ご覧いただけたら嬉しいなと思います。改めまして、人狼ゲームマッドランド、7月の15日、新宿のシネマート他で、公開になります。ファンの皆さんにはですね、人狼ゲームファンの皆さんには10人いますので、10通りの楽しみ方をしていただけると思いますので、10回ぐらい見ていただきまして、私のファンの方にはですね、きっとですね、きっと多分 DVD にもなるんじゃないかなと、わかんないですよ、わかんないですけど、なるんじゃないかなと思いますので、何本かね買っていただけたら、きっとまた浅川さんまたいろんな作品出れるんじゃないかなと思いますので、いや全然ね、1本でも嬉しいです、 DVD1 本でも嬉しいんですけれども、1人5本ぐらい買っていただけたら嬉しいなと思いますし、劇場には私のファンの方は20回ぐらい見に行っていただけたら、 初主演なので見に行っていただけたら嬉しいなと思います。はい、改めて人狼ゲームマッドランドは7月の15日新宿シネマート他にて公開になります。皆さんぜひ劇場に足を運んでください。よろしくお願いします。以上、スーパーガールズの浅川奈々でした。